3年ぶりの開催となった小出祭り。小出祭りは魚沼に夏の終わりを告げる祭りとして、例年8月25日から27日の3日間開催されています。今年は感染症対策として規模を縮小し、8月27日のみの開催となりました。会場は魚沼市小出島の清水川辺神社。検温や消毒など感染症対策が行われ、多くの人でにぎわいました。境内では園芸大会が行われ、市内の団体やゲストパフォーマーなどが舞台に立ちました。清水川辺神社の社殿では秋季例大祭が執り行われました。守りながら
20歳になれる。誰もが大人にはなれない。以上、日中の会場の様子をお送りしました。 YouTube をご覧の皆様、こんばんは。小出祭り協賛会会長の小出商工会の井口です。今年も大変暑い夏でしたが、ようやく秋の気配を感じさせる今日この頃となりました。例年小出祭りは清水川辺神社様の秋季例大祭に合わせ8月25日から27日までの3日間、街頭行事や民謡流し、露天と花火大会というふうに盛大に開催をさせておりました。秋の風物詩となっておりますこの小出祭り、しかしながら昨年、そして一昨年は新型コロナウイルスの影響でやむなく中止ということになりました。そして令和4年、党協賛会では会議を重ねた結果、コロナ禍でもなんとか地域の皆様への活力をと思いながら、清水川辺神社境内でのイベントと花火大会に絞って1日のみの開催とすることになりました。例年に比べ規模縮小ではありますけれども、今後につながる一歩だと考えております。今年の花火大会は感染症拡大防止の観点から観客席を設けず短時間での開催とさせていただきます。会場アナウンスをせずに順次打ち上げとさせていただきますが、この後打ち上げの模様を動画で生配信をさせていただきます。今年も地元の企業、団体、各町内会の皆様から多大なる協賛をいただきました。大変ありがとうございました。協賛協力者各位に厚く御礼を申し上げてございます。地域経済の発展、コロナの収束、そして世界平和への祈り、さまざまな思いを込めて打ち上がる3年ぶりの小出祭り花火大会をどうぞお楽しみください。皆さんこんばんは。魚沼市長の内田美希夫でございます。本日小出祭り花火大会をこうして3年ぶりに開催することができるのも、すべての祭り関係者のご尽力のおかげであります。大変ありがとうございます。また花火大会の開催にあたり、コロナ禍で経済が大変厳しい状況にもかかわらず、市内企業の皆様、市民の皆様をはじめ大勢の皆様よりご協賛を賜り、心より感謝を申し上げます。今回は新型コロナウイルス感染防止に配慮し、初めて YouTube ライブでの同時生配信を行っております。スマートフォンやパソコン、テレビ等で全国どこからでも小出祭り花火大会をお楽しみいただけます。約30分という時間ではございますが、1400発の打ち上げを予定いたしております。それでは皆さん、3年ぶりの小出祭り花火大会をどうぞお楽しみください。
ます。